誰か定期でね情報を書いてくれると助かります。初見さんに向かって定期で情報書いて、あとお茶箱お願いします。行きます。発砲事件です。行きますよ。 OK、 よっしゃ、カメラ OK。 あれ、カメラ SD カード挿したかな。ちょっと待って、まだ行ってなかったショー。 OK、 SD カード OK。 ニンニ定期よろしくね。ニースケさん、 A 事件が日本2つの赤い缶タンク3、ワドツル。見えてる？電波問題なかったら教えて。電波問題ない。ポンちゃんは行かないんですか。もこみさん、警察官と報道陣いるからカメラ気をつけて。はいよ。何時の事件か教えて。事件発生何分前。ポンちゃん、いつもタイムキーパーお疲れ様です。ちょっと、もこみさん、見えてるよ。見えてる。ポンさん、映像、音声 OK です。 OK、ありがとう。19時2分、何分前？今何分？6時半だし。6時半発生？今、何分前かな？何分前？事件発生。僕たちの赤い缶タンク、さ、銃撃戦が終わってるよ。今は警察が周辺にテープ貼ってる状態だろ。カラカン、ゴジラの前のカラカン？ゴジラの前のカラカンかな。犯人は？ニンニさん、救急車発車したみたい。犯人は？急げー、事件だ。マッチーコさん、犯人はバイクで逃走してるらしい。犯人逃走中？合ってるね。え、犯人逃走中なの？やばくねえか？犯人いないの？え、それまずくねえか？拳銃持って逃げてんの？今何分前？今何時か分かんない。何分前の事件教えて。お茶箱ありがとう。さん、こんばんは。お茶箱よろしく。もこみさん、50分前。結構経ってんだな。犯人もういねえか。え、カラオケの中で銃撃ってこと？ビースケさん、パンティー捕まえて。お茶箱ありがとう、みんな。詳細分かる人どんどん書いて。みんなお茶箱ありがとう。事件の詳細分かる人、港の方へ行ってどんずらやろうか。銃撃戦の詳細分かる人書いて。もう逃げてんだ犯人。
ヘリコプター飛んでるのそれか。アッチーコさん、今ニュースでやってる。オッケーオッケー。すげえ。男性撃たれて死んでないの？怪我？よかったね。一命は取り留めてんだ。え、一般人が撃たれたの？組員じゃなくて。え、カラオケの店内で撃たれたの？背中に3発撃たれて搬送中。背中に3発。背中3発。40代男性。で、犯人は逃走中。ああ。すげえ事件だな。歌舞伎で銃撃戦とか。打ち上げ花火。本様打ち上げ花火。さ、すげえな。初日サーラー。はい、すー。歌舞伎で事件発生です。やば。いや、満月の夜は危ないよ。現場まであと5分です。やば。アリルボーンさん、ゴジラのこちゃで。そう、ゴジラのところ、ゴジラの前のカラカンだって。銃撃戦っていうか、銃で撃たれたって感じだよね。みんなありがとう。お茶わかありがとう。もうすぐ現場っす。みんなツイッター拡散して、ツイッターでこの放送拡散して。事件現場、みんな力貸していい？祭りだ。すげえな、このご時世銃で撃たれるとかあるんだな。やば。今もうあと3分で着くから、事件現場。3発。ミミさん、定期アイテムのコインは50個ぐらいストックがあるときは茶を投げてくれると嬉しいです。拡散よろです。みんな事件現場まで3分だから、今のうちに拡散してください。ツイッター、フェイスブック、いろんなところで拡散してください。事件です。シロさん、器リアル。
ニンニさん、ステーキ、カラオケ店でヤクザが銃で撃たれました。それを自転車で見に行ってます。現場撮影と出会った人と話してます。後ろから背中3発なんて。モイスト工事さん、先週木曜17日川崎の発砲事件が起因になってる可能性。ヤシの木、響き流れ星さん、ヤクザが死んだの？シロさん、ニンニさんありがとう、助かります。ヤシの木、響き流れ星さん、やばいだろマジで、事件起こりすぎる。ニンニさん、ステーキ、耳より情報新やっちょも近くにいます。いや、もう運ばれたって聞いたんですけどね、さすがになんか50分前なんで今運ばれてなかったらやばいですよね。こんなにで。そうそうさん、祭りが後出かけたわ。どうもどうかしてるでしょう。ヤシの木、響き流れ星さん、マッポもかよ、探して逮捕しないとおやばいぞ。シロさん、やっちょも、あいつ足が速いな。ニンニさん、やっちょはたまたまいたらしいよ。今から営業しようと思ったら、これ今歌舞伎町のど真ん中全部封鎖されてるんで、こんな状況でちょっと営業してももう人通りが通らないから。ニンニさん、聞こえた、やっちょ隣にいるとかしょう。シロさん、なるほど、さすがやっちょ W。 そう、やっちょも早いですね。ちなみに向こうでなんかツイキャスの方で5000人近くはやっちょ君を集めてますからね。さすがです。シロさん、警官隊の数すごい。警官隊もそうだし、刑事、主婦刑事とかもすごい。いや、歌舞伎町の中でもこれはかなりこんだけの事件で珍しい。珍しいというか、もう本当何十年ぶりかじゃないですかね、こんだけ封鎖してやってるの。ニュースにはなるでしょうね、全国放送。あれ、あ、これ和藤さんもツイキャスやってんの？お茶枠タイムです。皆さんお茶枠お願いします。いやもうギリギリっすよ。ギリギリっす。コメント見えてる？みんなお茶枠50、お茶枠100お願いします。え、じゃあ犯人捕まってる。
犯人は逃走中みたいですよ。やばくないですか。銃持って逃げてるってことですよね。すげえ状況だな。おっ、小爆100ありがとう、みつけ。これヤクザなんですか。ヤクザ中入ったらダメだよ。ヤクザすげえ。関係者とニンニさん、定期お茶爆タイムです。50個100個お願いします。すごいことになってるよ。現場もう人だかり、やじ馬だらけだよ。やばいことになってるよ。カラオケ会館の前で、警官がすごいことになってます。もう5キロ毎日走ってますからね。はい、やばい。軽くあのカズンさんとかも全部で今日もやってますから、ね、この前のところで、はい、最近あんまツイキャス見てないですか。そうですね、あんまり見てない。あれ、ヒカル君とはじゃあれなんですか、普通にお客さんとして出会ったんですか。あ、そうなんですね。もともとリスナーでってわけじゃないよね。あ、知らなかった。どうしたかっていうとリアルなつながりな感じだったんで、最初 YouTuber 出すぐらい。なるほど、よくわかんないですよ。知らないね。で、カロ君が、はい、結構何回も受けてるようになって、それでさ、あ、こういう世界があるのかみたいな、そういう感じなのね。やってくるとか、はい、さ、ディクションとかしてくれて。なるほど。僕、中松さん、あの、知ってるのかと思いました。もともと放送見ててとかの伺いじゃなくて、全く知らないだったんですね。こういう野獣馬、野獣馬クソ野郎見るのとどう違うのかっていうのがありますもんね。ニンニありがとう、ジャバク50。ニュースだったら多分3分後までまとめちゃうじゃないですか。そうですね。これリアルですね。そうですね。あとやっぱあと、あ、でも報道勢多いですね、今回。駆けつけてますね。ホワイトバランスが変えらんないな。ニンニさん、定期お茶爆くれたリスナーさん、ありがとうございました。ニンニさん、定期コンティニューコイン50個あると延長がしやすいです。50個以下になったらコンティニューコインもらえると嬉しいです。
い状況だよ、人だかりが。リアルタイムだったら面白いけど、もうこっから封鎖されてるし、犯人見つかるとかないでしょ。警官の数やば。どうするみんな、ここで見たい、この映像どうする。まだ見てたい。モイスト浩二さん、大久保の総人組行こう。本2つの赤い簡単符3、ヤッチョがいるとこ警察だらけだよ。ニンニさん、同じところにいたくないよ。カラオケ来た人もたまたま先にとかさ。クモモンさん、窓さんの声がかなり小さいですね。ニンニさん、声小さめ。シロさん、声遠いよ。
声遠いよね、なんかね。リンリさん、発砲事件なのに同じ店でノーノーと歌ってるのも、ショー。あれ、なんだマイク遠いよね、みんな。マイク。え、マイクってどうやって変えるの？マイクの変え方がわかんねえんだけど。なんかマイク遠いよね。俺のマイク遠くないみたいな。声遠いよ俺の。いつからだ。声小さくなった。いつから。さっきからずっと。クモモンさん、カメラのセッティングしだしてからですね。シロさん、初めからだよ。やっちょに聞いてみるか。やっちょに聞いてみようか。画面横に直った。え、直ったなんでなんで直ったの。直った。あ、直った。直ったならいいか。カメラ切り替えたら、ね、シロさん、来た。あ、わかった。これカメラ後ろについてるんだ。あの、マイクが後ろについてんだ。ああ、なるほど。わかったわかった。あのね、広角レンズがつけると、マイクが遠くなるんだ。多分それだ。これだと普通に聞こえるでしょ。申し訳ねえ。オッケー、みんな。悪い悪い。はい、こんばんは。いやー、事件だよ。発砲事件ですよ。お茶バカありがとう。サンキュー。いや、マジでビビるよね、ほんとに。いや、ちょっと絡まなくていいとか言って。やっちょの PV 作るからな。行けばいい映像ってなんで？なんで大久保なの？すごい状況だよ本当に。え、一昨日いたの？マジで愛ちゃん。マジで、あの後このカラオケ行ったの？やば。みんな3点お願いします。お茶バカありがとう。やばいよね。嘘。関係者の事務所かもしんないの。マジで。あー、はい。
いや満月の夜なんか起こるよね。ちょっとカメラの位置変えてもいい？もうこっから多分動きないと思う。一番ここは最前列なんだけど別に変わんないよね。もう OK 変えて、ちょっと場所変えるわ。なんか打たれてた。いやすごいよ人だかりが。でちょっと位置変えます。すいません、降ります。すいません。え、こんにちは。あ、いつも、本当に、毎日本当に見てる。ありがとうございます。頑張ります。リスナーさんがいた。